日本鹿児島県鹿児島市南栄南栄は、鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は891-0122。人口は334人。世帯数は206世帯。南栄1丁目から、南栄6丁目までがある。鹿児島市の南部に位置しており、長田川下流域に所在する。町域の北方に東平家町、南方に七津島、西方に、 谷山中央、卸、本町、和田町、坂の上、東方に、谷山港一丁目から、谷山港三丁目に隣接しており、一部は、近港湾に接している。町域の生誕を、鹿児島県道217号氷も鹿児島港線が、南北に通っており、交通安全教育センター前交差点で終点となる。鹿児島県道219号玉取り、 は間鹿児島高まが交通安全教育センター前交差点で進路を、か東方から南方に進む。また、県道217号及び県道219号に沿って谷山緑地公園がある。東端には林港道路が南北に通っており、東平家町と谷山林港大橋が結んでいる。町域の北部から中央部にかけては、 工場が多く所在しており、南部には商業施設や鹿児島県交通安全教育センターなどの公共施設が多く所在している。角川日本地名大辞典によれば、鹿児島市の南部に栄える町として命名されたとされる。付近は1967年から1971年に、かけ、鹿児島臨海工業地帯の2号用地及び1号用地 A 区として、 鹿児島開発事業団によって、こういう水面を埋め立てられ造成された区域である。鹿児島臨海工業地帯の2号用地の総事業費は119億5800万円であった。1971年にこういう水面埋め立て地の区域に、南境1丁目、南境2丁目、南境3丁目、南境4丁目、南境5丁目が設置され、 1979年7月30日には、鹿児島臨海工業地帯の一号用地 A 区が鹿児島市に編入され、一部の区域より南境6丁目が設置された。1986年10月31日に、公有水面埋め立て地及び急防波堤の区域が南境5丁目に編入された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である太陽本社私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。